リンリン、ハロー、パラレール、リンリンパラレールのリントです。イエイ！ということで、今日も F リンちゃんと私、R 世界リントでお送りいたします。じゃあ、リンちゃんまたここにいてくださいね。はい、では前回の続きからやっていきましょう。今回の段からが、あれですね。よし、はい。あ、やばい、話しちゃってる。スイッチ段ですね。スイッチ段になってから、実はカードのデザインがガラリと変わります。ここにあったスロットがこっちに来ていて、ここにあったバーコードゾーンがなくなってしまっております。はい。では、フォーゼから見ていきましょう。フォーゼ。この辺からもフォーゼが参戦してきてですね、各モジュールをつけている状態が多いです。これは、ここにね、モジュールの番号がついてるんですよ。なので、これは3と6。6ってなんだ？ 6 ってカメラかな？こっちは1と、7。パラシュートとロケットかな？とか、モジュールをつけていたりします。はい。で、ここでアギとシャイニングが参戦している模様ですね。あと、ブラカワニが参戦している模様ですね。アギトとかクーガとかアギトとかの、ノーマル参戦がまた来てますね。はい。そして次のバインダーですね。このバインダーは、あれですね。ちょうどこの時期のやつですね。ゾルダとか、ここに V3。そして、フォーゼの、ベースステージにエレキステージにファイアステージですね。そしてこっちがシャイニング、1号、V3、2号、そしてダブル、オーズという感じですね。はい。あ、この辺はあれですね。久しぶりの段が始まった時の恒例行事です。各ライダー、主人公ライダーが再録されるという、再録ではないかな。ノーマルで収録されるっていうやつですね。ノーマルとかレアですね。これはレアですね。クーガー、アギト、そして、リュウキ、ファイズ、ブレード、ヒビキ、カブト、デンオウ、キバ、ディケイト、ダブル、オーズ、フォーゼ。よく持ってたね。私、よく持ってたね、全部。ちゃんと持ってましたわ。フォーゼ、そして1号、2号、V3、ライダーマン、X、アマゾン、ストロンガー、スカイライダー、スーパーワン、スーパーワン、ゼクロス、ブラック RX っていう形で、平成1期と、昭和とちゃんといますね。参戦してるやつは。そして、マシンデンバードに乗ったストライクフォームブースターですね。この辺はオーズのノーマル参戦と、この辺でパンチキックとか、ダークキバとか、結構ちょっと前に参戦したやつのノーマル参戦ですよね。アンクロストとか懐かしいですね。死のエールとかね、アギトでいましたね。懐かしいです。あ、ガラとかもね、これはあれですね。コア、21のコアメダルかな、将軍のやつですね。で、このフォーゼはキャンペーンのカードですね。岩石大狩猟とかもありますね。で、この辺でエレキステイツやファイヤーステイツが参戦しております。このファイヤーステイツ、レジェンドレアな気がする。あ、レジェンドレアだわ、やっぱり。四個コア。で、モジュールが、ファイヤー、スモーク、ガトリング、シールドをつけているみたいですね、これは。はい。そして普通のフォーゼ、ベースステイツですね。ここでゾルダが参戦してます。で、ゾルダのレジェンドは、私のスタメンのカードに入ってましたね。はい。そしてアギト。はい。この辺はなんか目新しいものは少なそうですね。ノーマル参戦してるものが多い。あ、まあ、ここに、ブラカワニがいますね。はい。こんな感じですね。フォーゼ系が増えてきてるっていうところですね。あと、フォーゼの、ここが、03段ですね。03段ではマグネットステイツがこれ、レジェンドですね。はい。あ、あと、普通のフォーゼの、ライダーロケットドリル宇宙キックが、これ、レジェンドですね。あとは、フォーゼのロケットステイツですね。あとは、これは、なでしことのやつですね。フォーゼ&なでしこ、愛と友情、違う、愛と青春のロケットアタックですね。はい。っていう感じで入っていたりします。はい。あとは、目新しいものはこの辺もなさそうかな？うん。なさそうですね。
はい、こんな感じです。そして、これはスーパーレアですね。ライダー友達たくさんアタックということで、これあれですね、各仮面ライダーが、ちょっとすごいキラキラ光って見にくいんですけど、これ各ライダーがいっぱい映ってるんですよ。で、このライダーが、全員一気にとどめを刺しに行くっていうやつですね。これも多分応募のやつだったはずです。テレビくんの。いっぱい出てきて、ドワーって出てくるやつね。あとセリフがついてるやつね。天が呼ぶ、地が呼ぶ、人が呼ぶ。この名言でいいのかなと思うんだけど。これね。合ってるかな。こうだった気がする。なんか、こうやって。友達。アマゾン、友達。はい。大変身 !X ですね。はい。通りすがりの仮面ライダーだ。覚えておけ。っていう感じね。これでお前も友達だな。ダンダン。宇宙来たとかでよかったと思うんだけどな。変身。本物の強さを見せてやる。なんかセリフが微妙。明日のパンツさえあれば。そうだけど。仮面ライダー V3。復讐の鬼だ。まあ、ライダーマンはね、復讐がね、ありましたからね。はい。で、他は目新しいカードはこの辺はなさそうかな。あ、ちょっとありましたね。ディケイドが、乗ってるやつとかね。ファイナルアタックライドしてるやつのタイプですね。あと、ここのところのキャンペーンで、ちょっとレジェンドライダーのモジュールをつけたバージョンがいくつかあるよっていう感じですね。これだと響さんですね。で、これだとここに、2号ですね。これ2号だよね。1号かな。あ、1号だった。ごめんなさい。1号でした。なんかね、手が見えないからわかんなかったよ。手袋の色でね、判別してたりするんだけど、手袋の色がなかったから分かんなかったよ。1号でした。でですね。で、この辺でパワーダイザーとのやつが参戦したり、あ、メテオがいよいよ参戦でしたね。あと、目新しいのはなさそうかな？ないね。あ、ディケイドのライナーのバージョンね。電王のバージョンの。必殺技とかね、あるかもですね。ここも目新しいのなさそうでしたね。はい、では次のバインダーに行きましょう。あとバインダーも気づいたら2個です。はい。懐かしいね。M バスっていうことでね。こちら立花、応答せよっていうね。かっこいいね。はい、パワーダイザーとか。ここでいよいよコズミック参戦ですね。あと、ここが、そろそろ最終話に近づいていくっていうことで、いろんなのが、あ、違う。これがあれかな？公募のやつかな？ロケットでゴー。ロケットにみんな乗って、こう、ぶつかっていくやつ。そうですね。この辺でいよいよこういうメモリアルカードみたいのが来てますね。ちょっと裏がキラ、裏というか後ろ側がキラキラしてるやつ。いや、でも待てよ。あ、でもメテオストームいるから、そっか。この辺で参戦で、最終話付近になりつつあるってやつだね。あ、こういうカードくっついたやつとかも出てましたね。はい。カブトとダークカブト。キーパー。いいね。新規参戦のカードはあんまりこの辺ではなくさ、あ、出た。仮面ライダーのダブル車輪ですね。ダブルライダー車輪。カード。はい、ここで、これどういうカードだ？あ、ライダーアビリティで、先輩ライダーが駆けつけてライダーキックするぞって書いてあるね。なので、これは V3 が駆けつけてくれて、V3 とライダーキックするやつですね。あ、ちゃんと1号、2号、V3、V3、3号だもんね。V3、ライダーマン、X、アマゾン、ストロンガーみたいな感じになってるんだね。はい、こっちはスカイライダーとって感じですね。で、バトンタッチカードで、これがなんか、配布されてたカードですね、この時。
オーズからフォーゼになった時に、その、オーズの時には、コアメダル、仮面ライダーのメダルに対応してたんですけれども、次がスイッチになっちゃうので、その時に変わるよっていうので、この3が、バトンタッチカードっていうのが出てましたね。こんな感じ。これを読み込むと、メダルチェンジができるよっていうカードですね。スキャンすると、プトティラコンボか、ブラカワニコンボが登場。前衛がオーズの時は、作戦フェーズでスキャンすると、どちらかのコンボにチェンジするぞっていうやつですね。はい。そういうバトンタッチカードとかもありました。あと、オフィシャルイベント。これ、オフィシャルイベント、どこのイベントでもらったのかわかんないね。で、テレビくんのカード、スーパーヒーロー対戦。ね。なので、ゴーバスター王かな？ゴーバスター王が、ロケットをつけてやってる状態のやつね。で、オフィシャルバインダーについてきたカードとかですね。で、次からいよいよシャバドビダンですね。シャバドビダンのカードがあんまりないです。もうカードのデザインが変わって、IC カードに対応になるので、IC カードのレベルに合わせて必殺技の強さが変わるっていう仕様でした。はい。この時ぐらいからね、ちょっとあまり遊んでなかったです。しかも属性とかも速いとか技とかではなくって、炎とか火とか水とか風とかになってますね。なのでこんな感じです。まあ、ね、このフレームスタイルとかね、ヒーだしね。この辺だとウォーターだからね。ウォーターだし、この辺だと、名前出てこないやつだ。ハリケーンだしね。で、ランドでしょ。ランド、ドドドドみたいなね。っていう感じで。で、この辺で J が、J じゃん、ZO が参戦してますね。で、クーが、アギト、ヤレン、アタック。なんの、で、こういう、配列かはわかんないんですけど、シャバドビー一段になってから、いろいろなんか、一気に、来てるっぽい。でも、基本ライダーが来てるわけじゃなくて、私がただカード持ってないだけかな。なんか、まばらですね。まばらですね。でも多分1号2号多分この辺に入ってるんだろうなと思います。V3 とかも番号を見ると私が結構抜けてるのでこの辺だとここ33から36まで抜けてたりする。おそらくそこの間に主人公ライダー系が入ってるはずです。はい。でこの辺からドラゴンですね。これでもうシャバドビ2段なんですね。シャバドビ2段の時にはもうドラゴンですか。早いですね。では次、最後のバインダーです。この辺からね、あんまり遊べてないので、カードの種類がちょっと少ないかもしれないですね。うん、少なさそう。レベル上げがね、なかなか大変だったんですよ。レベル上げていかないと必殺技が強くならないので、しかも、キャラクターによって必殺技が変わるんですよ、こうやって。なので、すごい頑張って育てないとダメだった印象がありますね。これとかもそうです。必殺技育てないと、エレキハンドのままなんですけど、育てたらエレキハンド&、やばい、字がちっちゃくて、あ、バイカ二段蹴りか。バイカ二段蹴りが、使えたりとかしますね。はい。っていうところですね。アギとシャイニング。ちょこちょこやってはいたんですけどね、なんかがっつりやってた感じではないです。で、ここが響きライダーズがちょっとイラストがすごいかっこいい状態でね、参戦してますね。はい。こんな感じですかね。なんか目新しいものがちょっとこの辺は少ないかな。まあ、キャンペーンカードがちょっと入ってたりはしますけど。という感じで。で、オールドラゴンがここで参戦してますね。ウィザード。オールドラゴンじゃん。これフレームドラゴンか。一応。ドラゴンタイムのやつですね。はい。あ、この辺でビーストハイパーが参戦してますね。あと、オーズの、スーパータカトラバ、スーパータトバですね。バカさん。ね。で、ブラックがちょっと参戦してたりとか、ZO とかがいたりって感じですかね。はい。あと、ナイトがここに。ね。はい、という感じで、そうですね。
シャバドビダンがあんまりやってない状態ですね。はい。ということで、バインダーもね、これだけありました。よいしょ。よいしょ。はい。ちょっと4部構成という形でね、このバインダープラス、フィギュアが倒れてしまった。プラス、スタメンのバインダーですね。という形の、合計10バインダーを今回動画としてご紹介させていただきました。実際に、届いたらですね、ネオディケイドライバーが届いたら、この前半のカードのやつ使えると思うので、刺してみて、ちょっと珍しい音声が鳴りましたら、そちらの方もご紹介していこうかなと思っております。はい。ということで、ここまでは、こちらですね、仮面ライダーバトル、ガンバライドのご紹介動画、全4編でございました。今回最終章でした。こちら最後まで見てくださりまして、ありがとうございます。ということで、本日お送りいたしましたのは、私、リントでした。バイバーイ。バイバーイ。最後までご視聴ありがとうございます。チャンネル登録はこちらから、Twitter のフォローは概要欄から、その他のおすすめ動画はこちらからよろしくお願いします。ということで、以上、リントでした。バイバーイ!